東京国際映画祭で作品を選んでおります矢田部です。ホワイトクロー、イギリスの作品です。監督は役者としてとても有名なレイ・ファインズです。長編監督作3本目を完成させました。題材としましたのはバレエ界の伝説的なスーパースタールドルフ・ヌレーフの生涯です。ヌレーフは男子バレエダンサーとして革命をもたらした存在としてとても有名なんですけれども、60年代前半にソ連から亡命を果たした存在としても知られています。レイフ・ファインズはそんなヌレーフの貧しかった少年時代、そして修行時代、さらにはその有名な亡命劇の3つの時代を巧みに織り交ぜながら一本の作品に仕上げました。バレエの素晴らしさを堪能できるとともに、亡命劇のスリルも味わうことのできる素晴らしい作品です。